さて、では本日のお題を発表しましょう。本日の一本勝負、そのお題とは？勇気を出して初めての告白。恋した魚の子に湧き上がる熱い胸の内を告げ、心をつかむのです。はぁ、どちらの告白がより心をつかんだか、判定はこちらのお客様に。告白存外簡単なお題ではないか。自信満々だな、風間さんよ。無論だ、この俺に資格はない。こいつはちょっと斎藤向きじゃねえよな。いや、この中で一番の口下手ときた。勝てるもんも勝てねえよ。あ、いや、うん、さて、それではお二方、位置についてくださいね。では参ります。いざ勝負では俺から行こうではないか。さて、これからお前たちの望む言葉を告げてやろう。心して聞くのだな。俺は鬼だ。それも波の鬼ではない。西の鬼を滑る風間家の棟梁。そこらの女を自由に選べる立場ではない。だが、その俺がお前を選ぶというのだ。何の不満がある？いや、不満などないのだろう。お前が歯向かう理由はおそらくただ一つ。この俺を受け入れ、素直にうなずくのが怖いのだ。ならば俺は一度だけ言ってやろう。いいか、ただ一度だ。俺はお前を生涯の妻とし、永久に愛すと誓おう。かゆすぎるぜ。おいおいおい、なんてありゃ、どこまで上から目線なんだよ。だが見ろ、この会場の反応。どうだお前ら、心に来たか。この俺に惚れたというものは拍手で示すがよい。はあ、聞こえん。乙女ども聞こえん。拍手をせんか。そうか、それほどにか。お疲れ様でした、風間さん。正直気分が良い。なんか気に食わねえな。おいおい斉藤、頑張れよ。そのようなことを言われても俺は。斉藤君、承知した。では斉藤君、いざ。落ち着け、冷静になれ。これはタイムだ。タイムなのだ。よいか、俺はそう口がうまくないが努力はする。あんたが俺をどう思っているかはわからない。俺はこの通り面白みのある人間ではない。それにあくまで刀に運命をかけた身の上、恋したう女と連れ添うことなど許されるものではない。だがいや、やべえ、斉藤が黙っちまった。緊張が極限に達したんだ。こういう時は応援が欲しいもんだね。おい、いれ、もっと斉藤に手を貸してくれ。おいおさあ、
好き大好き大好き。いけろみんな、愛分かった。よし、これだけ応援されてんだ。頑張れ斉藤。覚悟を決める。このような不器用な俺ではあるが、思いの深さだけは誰にも負けぬつもりでいる。俺は惚れているのだ、お前に。生涯お前だけだと願うほどに惚れているのだ。斉藤、よくやった斉藤。あんなこっぱずかしい告白は誰にでもできるもんじゃねえ。ああ、死ぬほど恥ずかしいじゃん。そうだろ、みんな。どうだった。かたじけない。本当に感謝する。ここまでやられちゃ素直に健闘を称えるしかねえな、風間さんよ。そもそも俺の告白に勇気などいらぬ。それを考えれば、正真正銘勇気を振り絞ったあの男が勝者なのだろう。どうやら勝負あったようですね。勝者斉藤。この俺が勝者。ああ、よかったな斉藤。恥ずかしかったぜ。そうだ、あんな恥ずかしい告白できるのはお前だけだぜ。そうだな、いい年した男とは思えねえほど恥ずかしかった。恥ずかしい男だ。ちょっと待ってくれ、みんな。さて、番組もそろそろ終わりのお時間です。今週も楽しんでいただけたでしょうか。また来週。今度はもっと恥ずかしい斉藤くんの姿をお届けしましょう。それでは、さようなら。